なんだよこれ。ただ ABS が働いてるだけ。何にも考えてね。はい、シビックタイプ R ウェット旋回ブレーキです。コンチネンタルスポーコン6の、タイプ R 用に開発されたタイヤで、意外とウェットは悪くないんですけど、ただ残念ながら五分山ぐらいまで減ってるので、ちょっとビビりながらウェットの旋回ブレーキ入りましたけども、意外とストッピングパワーは短いんですね。それはいいんですけど、ただその先は、ABS がダダダってこう機関銃のように入っていくんですけど、何かこうこの車のその旋回ブレーキを作ったチーフエンジニアというか車の思想が感じられないんですね。曲げたいのか止まりたいのか、ちょうど真ん中ぐらいのところにいると思うんですけど、もう少しそこのところを明確に、もっとストッピングパワーを上げていくのか、個人的にはもっとライントレス性を上げた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、やはり FF ですから段の利きってことを優先して、もうちょっと 50R のラインにトレス性を上げるような、ABS のロジックを開発した方がいいと思うんですね。で2回目、ちょっとステアリングを先行していくと、やっぱりちょっと ABS 早利き気味で、制動力が減圧気味になっていくので、結果としてなんとなくABS がくっついてるじゃダメで、そこのところを、もうちょっとホンダには明確な意思を示してほしいなという気がしました。はい、ロバスト、ステアリング先行。旋回ブレーキはいずれにしても与えられたタイヤの摩擦力を曲がる力と止まる力どういうふうに振り分けるかという、ベーシックなところなんですけど、やっぱりこの車ヨーロッパ車なので、ステアリングでしっかりライントレスを取ろうという意思がすごく感じるんですね。で2回目ロバスト性能試験でステアリングを早く、先行させて切ると、ブレーキが液圧が伸び低下してしまって制動距離落ちるんですけど、約 10%、20% ぐらいダーッとこう外行っちゃうんですけど、ただライントレス性は悪くなってないんですね。で止まった時にヨーロッパの FF 系はちゃんと頭はイン側に向いてる、シビックはアンダーのまんまただダラーっとこう行くだけなので、最後に曲げモーメントが出てこないんですね。という意味で完全にフロントが1回、旋回力を失うと、二度とこう復帰しない。だけどヨーロッパの車は最後の最後にこう曲げてくる、乾いた時に絞って最後車を曲げようというロジックが入ってると思うんですね。だから車は最終的に、ノーズはこうイン側を向いて止まるんですね。